吉江さん、人間の研究で不老不死になる研究をしている人がいまして、実は2001年2002年と私はね、クローン人間の製造とその会社に関わっていてですね、英語の論文を日本語に訳したことがあるんですよね。クローン人間がどのようにして生まれたかってことなんですけども、それはちょっと一旦置いてですね、人間が不老不死の研究をしているっていうのは昔からよく知られたことなんですよ。その中で最新のものは適度のストレスを与えるってことらしいんですよね。こうすると何が起きるかっていうと、まずですね、その善玉コレステロールとか、なんですかね、良質ウイルスとかいろんな言い方あるんですけども、体の中から人間を守ろうとかね、修復させようっていうエネルギーのある物体が出るらしいんですよ。これがね、ちょっとのストレスの時にドバーって出るらしいんですよね。で、あまりにもたくさんのストレスがかかった場合は、その修復ウイルスが間に合わなくって、でネガティブなストレスに負けてしまって、ダメージを受けるらしいんですよね。ですので適度なストレス、そのストレス以上の、善玉コレステロールみたいなのがあると、人間は傷ついた前以上に修復されるらしいんですよ。ということはですね、具体的に言うと、ちょっとの睡眠不足とか、ちょっとの嫌なこととかね、ちょっとのストレス、ちょっとの空腹感っていうのが適度にずっと続くと、人間の体はどんどん修復されていって、なんとですね、若返っていくらしいんですよ。ですんで、筋トレをしている人とか、仕事で頑張っている方とか、いろんなね、悩みに立ち向かっている、挑戦している方っていうのは、いつまでも若々しいって言いますけども、多分そういうことなんじゃないかなと思います。そして、挑戦をやめたりとか、自分のことをね、自分で修復することをやめてしまったり、逆にストレスのない生活を送ってしまうと、人間は急速に老化して、ボケてしまったりとかね、役割を終えてしまうっていうふうに、言う方がいるんですよね。私はこれ結構そうなんだろうなと思いますし、で、片っぽではね、吉田さんが言われたように筋肉のこともあります。筋肉っていうのは一回破壊すると、破壊された前以上に修復する、その超回復っていうのが起きるんですよね。ですので、週に2回ぐらい筋トレをして、しっかり休んで、タンパク質を取ると、ものすごく体が鍛えられるというかね、どんどん筋肉ムキムキになっていって、老廃物が出ていって、で、どんどん若返るらしいんですよ。だから40過ぎて筋トレする人は結構若々しいし、ただね、自堕落に過ごしていると体型も悪くなるし、それから思考もどんどん老化していくみたいなんですよね。私はそういうふうに信じてるんですよ。ですので、吉田さんが言われたように、ビジネスする上で適度に尻を叩いてあげるっていうかね、適度に問題が訪れるとか、解決するために全力で立ち向かうとか、それでたまにはね、小さな失敗をするっていうのは結構いいことなんだろうなと思います。で、そうなってくるとね、私の暮らしっていうのはストレスがないんで、やべえじゃねえかってことになりますけども、逆にですね、ストレスがないことによるストレスっていうのがあるんですよ。問題起きてないな、じゃあ、人の問題を解決してみようかなってことになるんですよ。ですんで、私のところに来た問い合わせはもう神様ですよね。いろんなご質問とかね、お問い合わせが来た時に、それを一つずつ解決していくのは、私にとっておせっかいなんですけども、人の悩みを解決することに一生懸命になる、人のストレスを除外するってことに対して、私は若返りっていう報酬をね、もらってるんだろうなと思いますね。そういうことをいろいろと考えながら、億万長者合宿の中で一番進歩成長したのは、私は吉谷さんではないかなと思うんですよね。というのが、他の方はストレスを回避して、結局悩まない暮らしに入っちゃったんですよ。悩まない暮らしに入っちゃったんで、適度なストレス以上の負荷がかかっていって、どんどんね、ちょっとこう絶望的になっていくっていうところなんじゃないかなと思いますけどね。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。で、本日は以上です。